もずく、梅キューパスタ。鍋にお湯と塩を入れて沸騰させておく。じゃあスパゲッティを入れていきます。鍋が沸騰したらスパゲッティを入れて、茹でたら冷水で冷やす。じゃあいっちゃいます。きゅうりは千切りにして、怖い怖い、梅干しの種を取ってみじん切りに。こんなもんでどうでしょうか。ボウルに入れてめんつゆと混ぜ合わせる。ボウルにスパゲッティともずくとオリーブオイル入れます。オリーブオイルを入れて、これそうめんでやっても美味しそうですけどね。さっきのきゅうりとか梅干しとかをお皿に盛り付けて、できました。完成。いただきます。めっちゃ美味しい。なんかそうめんって感じ和風に寄ってる。だいぶもずくがちょっと食べやすくなってる気がしますね。もずくもずくしてない。ごちそうさまでした。今日使ったお皿は陶器。